今日のガヤガヤは女川駅のすぐ後ろにあるホテルエルファロさんに行ってみたいと思います。下にタイヤがついていて、そのままトレーラーハウスですね。ここに40棟ございまして、日本でも最大規模と言われています。これ結構カラフルで、あれですね、鮮やかに綺麗ですね。はい、ちょっとお花畑みたいな感じの色でパステルカラーを並べました。おお、こんな感じなんですか。はい、ちょっと開けていただくと、おバスタブのちゃんとついている。本当だ。長く滞在される方とかももうこういった形ので、あーなるほど、喜ばれてますね。おお、はい、あ、高いですねあ、なるほど、はい、こんな感じです。トレーラーハウスっぽくないですね。こういう意外性が結構皆さん開けた時におーって聞こえるんです、外まで、うん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 、あ、やったやったなんて喜んで。うわ、広い。はい、どうぞ。広い。一棟丸ごと。一棟丸ごと。はい。このホテルに一つしかないんですね。あ、そうなんですか。なので、ネットの方には出していなくて、こちらの部屋は、知る人と知るという感じですかね。なるほど。友達とかと泊まったら、これは楽しそうですね。